松岡朝7月11日から1980年10月16日は、明治から昭和にかけての社会福祉家、東京府京橋区生まれ、日本女性として初めてアメリカの大学の法学博士号を取得した。戦前はアメリカでの日本文化紹介や、中華民国での教育、事前活動などを通じて、戦後はユニセフの活動やオーストラリアとの美術交流を、 通じて、一貫して、日本と諸外国との友好、相互理解のために奔走した。筆名として、松岡明美を用いたほか、松岡朝子表記で記されることもあった。1893年、東京府京橋区で、貿易省、福富広之を営む松岡健一の三女として、生まれる。父、健一は、慈悲で片瀬と江ノ島間の橋梁を寄付するほど裕福な、 特殊化であったが、思想的にも、解明的で、男女同権、夫婦同等、独立自主自由平等の主義、人事博愛を可見とする自由な家風の下で、育てられた。一方で、母、公は、典型的な明治女性で、女性のたしなみとしてお花、お茶、踊り、三味線といった日本文化をはじめ、ピアノなどまで多くの習い事を朝に習わせた。朝にとって、 これらの稽古は厳しく振り返りたくない思い出となったというが、後に海外で人脈を広げる際のきっかけになるなど、朝の人生を助ける形となった。21歳の時、弟健吾が18歳の短い生涯を終えた。元気が取り柄だった健吾だが、雨の日に昇った富士山で足を滑らせ、下山はできたものの冷えた体で肺炎をこじらせたのだった。この時、 死にゆく、後取りの枕元で、父健一は健吾になぜか、朝は将来、子供の福祉のために、社会福祉に働くからねと語りかけたというが、この言葉を、朝は、後年何度も思い出し、社会福祉の道に進む一つのきっかけとなった。同じ二十一歳の年、内務官僚であった、鈴木正次との縁談が舞い込んだ。二人に不満はなく、宮雅次の仕事の関係上、 茨城県霞ヶ浦に今日構えての中むつまじい、新婚生活が始まった。しかしながら、宮日次を、婿養子として迎えたつもりの松岡家と、それに納得していない宮日、自実家の鈴木家との認識の違いが露呈し、新婚生活は3年で引き裂かれてしまった。離婚の理不尽さに、新婚生活を営んだ年数と同じだけの3年間、泣き暮らした朝であったが、 その期間に自分の夢を見つめ直し、結婚の前にかつて夢だった勉学の道に進みたいと考えるようになった。普通の結婚を女性の幸せと考えていたサチには反対されたが、健一の応援を受け、朝は留学のため客船太陽丸に乗り込み、アメリカへと渡った。この時1922年、朝は28歳になっていた。 イブニングパブリックレジャー誌で報道された、都米時の朝、アメリカでの最初の留学先は、イリノイ州、エヴァンストン市のオースウェスタン大学であった。朝の都米は、現地の地方誌でも、日本の女性、生涯を貧者救済に捧げようとするなどと、報道された。在米中、朝は勉学及び、世界婦人キリスト教禁主教会の活動などを、 通じて広くアメリカの人士との交流の機会に恵まれた。彼らによる貢献などの助けを得て、ペンシルベニア州フィラデルフィア市のペンシルベニア大学、付属社会事業専門学校、ニューヨーク市コロンビア大学参加のバーナード・カレッジ、コロンビア大学大学院と勉学を続けた。関東大震災で県一の事業が回らなくなり、実家の援助が得られなくなったため、奨学金取得や、 死物の処分などに加えて、幼い頃父の骨董取引を間近で見た経験を活かし、日本美術品の整理などを受け負うことで学費を得始めた。その腕が良いことが見込まれて、ブルックリン美術館のスチュアート・キューリン館長、メトロポリタン美術館のバッシュフォード・ディーン博士などに次々と縁がつながり、弁学の傍ら、それらの美術館で日本美術や刀剣、 甲冑の整理担当を任されることとなった。ここで朝は、日本の刀剣、甲冑についての膨大な古書を読み漁り、片っ端から読み、また専門家である、ィーン・博士自らの教えにも触れ、日本文化に関する理解の基礎を固めた。コロンビア大学での修士号取得後の1928年、朝は1年間、日本に帰国した。帰国にあたり、 メトロポリタン美術館からの土産として、ヨーロッパの古い甲冑を紹介した記録映画を借りてきていたが、秋山光雄を通じて、東京提出博物館に相談したところ、皇族を含めた上映会を提出博物館で行うことになった。その上映会に列席した、東伏見宮日地下子日の自重から推挙があったためか、朝はさらに地下古日の招きを受け、宮中でも、 同じ上映会を開催することとなった。この上映会をきっかけとして、朝は近古日より毎年正倉院で行われる収蔵品の虫干し行事である幕僚に招待された。朝を通じて最上の日本文化が海外に紹介され、国々の文化交流、国際友好に資することを期待してのことだった。古代より受け継がれた日本文化の域を目の当たりにした。 朝は痛く感動し、後に英文の著作、奈良の消防を焦燥員と春日大社の大鎧を出版することとなる。またこの期日期間を利用して、朝は時間を博士論文のテーマのデータ収集、調査にも当てた。博士論文のテーマには、日本の労働不助士の保護法についてを取り上げることとなっていた。北米航路、サイベリア、マル戦場にて、 朝は中央付近修道所の上日本で一年を過ごした後、朝は再び渡米し博士号取得に備えることとなった。指導教官の尽力でフェローシップを受けることができ、学費の心配がなくなった朝は2年間研究に没頭した。博士号の最終試験である高等試験は12人の試験間から4時間にも及んだが、今年最高の試験結果というコメントとともに、 試験合格の結果が即日朝に伝えられた。しかしながら、試験には合格したものの、実際の博士号は、大学図書館に論文の印刷物を75冊分納入してから、以降になると、大学の学長秘書より朝に連絡があった。朝の博士論文は、アメリカ連邦政府の労働省より、政府観光物として出版したい旨申し出があったが、その観光に1年がかかるため、 朝は、博士号を得るまで追加で1年アメリカに在留することとなった。この1年間、朝は、マサチューセッツ州、スプリングフィールド一律、ジョージ・ウォルター・ヴィンセント・スミス博物館からの招聘を受け、日本部主任として勤務し、日本の美術品の分類と評価を担当した。1年後の1932年2月、朝の論文ロー。 アンドレギュレーションズフォープロテクティブレ t バーレジスレーション、フォー l a t i o チルドレイン,インダストリージャパンはアメリカの政府観光物第558号として労働省より刊行され条件が整い朝はコロンビア大学の法学博士号を得た日本人女性として史上初のアメリカ法学博士号受与者でありまた同時にアメリカ政府観光物として辞書が発行されたという 点でも日本人女性として初めての開挙であって、遠く日本でも新聞各紙で報道された。朝は39歳になっていた。夏、コロンビア大学での卒業式に出席した後、秋、朝は七部丸でアメリカから日本へ帰国した。帰国後、母校の強立女学校で教鞭を取った。東伏見宮七か子からは再度の招きを受け、 博士論文テーマについての進行を行い、これは新聞記事でも報道された。またいくつかの雑誌にアメリカの文化、博物館の役割などを紹介する記事、コラムを発表した。時代は徐々に悪い方向へと向かっており、1931年の満州事変、1932年の満州国建国と続く中国侵略の結果、日本は 世界の中で孤立していたが、朝はこの状況について正しい情報を得るため、自ら満州に向かいの目で確かめたいと考えるようになった。そんな折、朝は満州国の大臣も務めた要人である、帝漢州に出会う機会を得た。帝は朝に満州国宿題13王女と朝が二人でアメリカに渡り、日本と満州の文化と立場をアメリカで紹介し、 アメリカとの緊張関係を解く一助とする計画案を伝えた。これを実現するため、朝と帝は外交官のアモウェイジを訪ね計画への助力を依頼するとともに満州への渡航を計画した。1933年末、朝は満州の首都心境を訪ねた。年を越して1934年、朝は摂政の宮府議、帝公所国務員総理。 宿題13王女と洋人に次々面会し、不義からは宿題13王女との渡米に対する指示と許可を取り付けた。しかし、最大の懸念は費用であり、満州国政府には自由に使える予算がほとんどなかったため、関東軍の許可を得なければならなかった。結果的に計画は関東軍に握りつぶされ、朝は日本に帰国した。女性地理科学協会が、 朝のために開いた、五三回ロサンゼルスのジュニアカレッジ美術館で盆栽の、実演をする朝宿第十三王女との渡米計画は、ついえたが、朝は一人でもアメリカに渡り、反日世論を抑える、文化外交に取り組む覚悟を決めていた。ちょうどその時、外務省の意を受けた、新教育協会から、朝にアメリカ教育協会との交流の返礼として、アメリカに渡ってほしいとの依頼が入った。 朝はこれを引き受け、三度目の渡米に旅立つこととなった。1938年、朝は45歳となっていた。往路の太陽丸で朝は、ヒュー・ボートン夫妻と知り合い、シカゴの夫妻宅を伺った際に、当時のシカゴトリビューン氏経営者だった、ルイス・ラペルを紹介された。ラペルは当初日本の中国侵略の姿勢について、朝を強く非難したが、 理路整然と自らの意見を述べて反論する朝を気に、入り、彼女をエレノア・ルーズベルトに紹介した。エレノアは朝をホワイトハウス上海の居宅に招待し、朝はアメリカのトップレディに直接アメリカや日本、中国の置かれている状況について、自説を述べる機会を得た。朝は日米協会のローランド・モーリス名誉会長、ヘンリー・タフト会長らに意見を求めつつ、 以前日本を訪問したことのあるアメリカの教師たちを集め沢会を開いたり、精力的に全米を回って、日本の文化の紹介と日本と中国の立場を解く、アンギャを行うなど、日本とアメリカの架け橋を作るための活動を続けた。6月には、ニューヨークのロックフェラーセンターで行われた、全米教育協会の会議に、 反対平洋新教育協会の日本代表として、聴衆六百人の前で講演したが、これがメディアの目に留まり、NBC のラジオに出演したほか、翌日のニューヨークタイムズ長官に写真入りで取り上げられた。この新聞掲載は一つの契機となり、朝には様々な会合、媒体から声がかかるようになり、焦燥陰魚物のスライド上映や、振袖着用での生け花や、 本跡の実演など求められるままに多くの講演、実演を行った。最終的に滞在中の18ヶ月で150回もの講演を朝はこなしていた。1939年朝は帰国したが、都米で強く感じたのはアメリカ人が日本についてよく知らないだけでなく、日本人もまたアメリカ人についてよく知らないということだった。アメリカ人の考え方。 感じ方を日本人が理解して、まさしく日本人の立場を伝えて戦争を回避できる流れを作るため、朝は精力的にアメリカの実情を伝える記事や書籍を執筆した。また、当時日本を動かしていた軍部にも正しい対米、認識を持ってもらおうと、帰国の戦場で知り合った土橋唯一を通じて、秩父の宮洋人氏と参謀本部の前で、 アメリカの現状について進行する機会を得た。しかし、全く現状に対する危機感がなく、自分たちの中国侵攻がアメリカをはじめとした、諸外国からどのように見えているかということに無自覚な軍人たちに、朝は強い危機感を抱いた。そのような軍人たちによって、日本は中国で何をしているのか自身の目で確かめる、ため、朝は中国行きを決意した。 松岡瀬上昇での朝人脈を作るための短期間の上海への訪問を経て一時帰国後、朝は本格的に中国に渡り南京を拠点としての活動を始めた。まず、アメリカへの留学経験がある中国人のための社交サロンアメリカ留学生クラブを設立。続けて勉強の機会を得られなかった中国人児童のための学校である。 南京児童学園を設立した。高校ドラをはじめとする、王朝明政権の要人、知識人たちも朝の活動に理解を示し、クラブと学園は順調に運営された。また冬の南京の厳しい寒さに雪倒れる人が多いことに心を痛めた朝は、難民救済事業として、松岡瀬上昇の運営を自費で始めた。朝の活動周辺では、 順調に日本人と中国人との間の信頼と友情が醸成されていたが、しかし1941年、日米開戦すると朝の活動周辺の状況は一変した。特にアメリカの名を冠したアメリカ留学生クラブへの締め付けは厳しく、まず最初に閉鎖させられた。その他の活動へも圧力を受け、最後まで残った世上昇も1945年の4月には、 閉鎖することとなった。続く敗戦後、朝は1946年春まで上海に移って中国に滞在したが、敗戦国民として日本本土への脱出民で混乱する中、朝は高齢の老人と幼子を含む親族を連れて命からがら日本本土へと引き上げることとなった。帰国後の朝はアメリカ人に日本語を教えるなどの仕事は行っていたものの、 張りのない日々を過ごしていたが、1949年、知人を通して、ユニセフ初代中日代表、マルガリータ・ストレーラーに紹介された。敗戦で困窮していた、日本の子供たちに対し、ユニセフは、医療や、学校給食などで支援していたが、全国から届いたユニセフへの感謝状を読み感動した、朝は、これこそ、自らのライフワークと考え、 ボランティアでユニセフへの協力を始めた。翌1950年には、同じように集まった大勢のボランティアと共に、任意団体として、日本ユニセフ協会を立ち上げ、朝は常任幹事に就任した。天み群島は1953年に、日本に返還されたが、主産業の農作物の販売経路が立たれていたため、飢餓状態に置かれていた。 日本ユニセフ協会は1954年からアマミへの緊急給食支援を開始したが、その決定からチャリティー手段の導入などに、朝は中心的に活動を行った。また朝はユニセフ本部からもアマミへの緊急支援の協力を取り付け、ユニセフ本部からアマミへの脱脂粉乳の緊急支援は1956年から7年間継続した。1955年には、 日本ユニセフが財団法人として再発足。朝は専務理事となった。1966年の退任までの11年間、朝は10円学校募金の実施、ユニセフ親善大使だったダニー慶ニ日への協力、また国連本部で行われる毎年のユニセフ執行委員会への日本代表としての参加など、精力的にユニセフの事業を牽引した。 ユニセフ退任後も朝は引退することなく、今度は美術を通しての国際理解に貢献すべく、外務省の外郭団体として、社団法人、海外と文化を交流する会を設立した。当初の活動は、スペイン美術展をはじめとする、海外文化を日本に紹介するものであったが、後に双方向の交流をすべく、日本文化を海外に紹介する活動に軸足を移した。特に、 オセアニアとの交流に力を入れ、1977年には、奥村と牛や山口海洋、橋本明春といった日本画の春英25人の作品をオーストラリアに寄贈する活動を行った。それらの作品は、メルボルンのビクトリア国立美術館で新築されたオリエンタル館の開館の目玉となり、日本の新聞でも報道された。 1980年、風邪をこじらせて肺炎となった朝は、入院先の日比谷病院で大腸癌の発症を告知され、5ヶ月の闘病後、87歳の生涯を終えた。没後、朝の美術を通じたオセアニアとの交流の医師は、自ら設立した海外と文化を交流する会に引き継がれ、2013年には朝の名前を冠した賞。 松岡町賞がオーストラリアのサンアーティストに送られているホワイトハウスで日本人形をプレゼントする朝ありがとうございます。